ベトベトさんは、日本の妖怪の一種で、夜道を歩く人間の跡をつけてくると言われる。奈良県宇田郡では暗い夜道で会うと言い,い、静岡県では小山を降りてくるときに会うという。足音がするのみで人に危害を加えることはないと、されるが、足音を不気味に感じるときには、道の片側によって、ベトベトさん、お先に起こし、お先に起こし、お先にどうぞなどと唱えれば、 ついてきた人間から離れるという、妖怪漫画家、水木しげるはこの妖怪と思われるものと遭遇したことがあると語っている。水木の地元、西日本旅客鉄道境線、米子空港駅の愛称が、ベトベト山駅である。鳥取県境港市、水木しげるロードに設置されている、ベトベト山のブロンズ像。口の中に再線が入れられている。 ベトベトさんは本来音だけで姿が見えない存在だが、水木しげるの漫画、ゲゲゲの鬼太郎のノンバーと俺、コミック昭和詩などにも登場する。同作のベトベトさんは丸い頭部に足が生えた格好で、微笑んだような愛嬌のある口が大きく開いている。図像化された姿は現象をもとに水木が想像したものだが、水木は漫画のキャラクターとしてではなく正式に、 妖怪画集でも図像化、解説しており、映像作品では、アニメ、北郎第六期、実写映画、北郎第一作、テレビドラマ、ゲゲゲの女房にも登場している。水木自身も、少年時代に、ベトベトさん体験をしており、怖くて、後ろを振り返れなかったことや、妖怪のことをいろいろ教えてくれた、ノンノンバーから聞かされた、出会った時の対処法も、 水木執筆の妖怪辞典関係や各漫画等の作品に記述されている。水木の体験とのノンバーからの教えが画集や漫画のイメージにつながったという。消える時の仕草や図像化された姿などから愛らしさを感じるものが多く人気がある妖怪の一つである。鳥取県境港市の水木しげるロードには同様のデザインのブロンズ像があり、可愛いと声をかける女性もおり、 観光客がお参りに似た気分で口に再選を入れることも多い。鳥取県境港市の観光協会による妖怪人気投票の第1回では9位に、第2回では7位に選ばれている。平成以降には昭和期のような人間対妖怪に主題を置いた作品ではなく人間と妖怪の共存をテーマとした作品が多くなるが、 その一つとして2004年発表の SF 小説及びアニメ作品ペトペトさんではベトベトさんの子孫として美少女キャラクターのペトコが登場する妖怪のような異形の存在が時として萌えの対象となり得る一つの例とも見られている福井県境郡に伝わる美写がつくは冬のみぞれの降る中暗い夜道を歩く人間の後を姿の見えないものが美写、美写と みぞれまじりの道を歩くような音を立ててつけてくるという怪異が伝わっており、ベトベトさんと同類の妖怪とされる。近年知られるテケテケも足音の妖怪としてほぼ同様の存在であるが、こちらは完全に恐怖の対象として語られる存在である。ありがとうございます。